ジオプーン最終日の15日、最後のレース、いよいよ問題の 1500m 決勝であります。第1コース日本の石原田、第2コースアメリカのメディカ、3コースに宇藤、4コースに寺田、第5コースにはドイツのアレント、第6コースにアメリカのフラナガン、第7コースにイギリスのリーバー、この7名の選手によって最後のレースが決められるわけであります。プールの水が青々と赤いコースロープまたくっきりと浮かび上がりまして、檻からの太陽の光を淡々と受けております。黒の水着の日本の選手には胸に日常が輝いております。最後の頑張りの恐ろしいアメリカのメディカ選手、第2コースに腕組みをいたしましてじっとコースを睨んでおります。6尺以上23眼、恐るべきメディカ選手、我が素量がいかにこれをこなしますか。ただいまホイッスル、全部スタート台に上りました。後方一発、1名の選手は1点と超えました。早くもメディカ大きく泳ぎましてちょっとリードしております。しかし寺田選手が最初の50のターンをしました。100メートルのターンで寺田選手メディカを2メートル離しました。400m、500m、寺田ますます好調。600のターンで12メートルリード、800のターンをしました寺田、2位のメディカと14メートルの差をつけました。宇藤は第3位、さらには1000メートル、寺田選手ますます元気です。依然メディカを離しております。寺田選手800のラップタイム10分5秒5、ものすごい元気です。寺田選手は真ん中のコースで断然トップを切っております。ただいま1300のターン、この調子でいけば日本優勝疑いなしでございますが、何しろ後で頑張るメディカが控えております。しかし寺田選手とメディカとの差は16メートル、メディカと宇藤選手の差は12メートル。1000メートルのラップタイム12分43秒1、ただいま1400、あと100メートル、あと100メートル、メディカとの差約16メートル、17メートル、いやもっと離れました、20メートルになりました。寺田あと50メートル、50メートル、皆様喜んでください。あと50メートルで1500入賞いたします。もうあとわずか25メートルでございます。完全に今が寺田選手によって通常制覇がなりました。寺田頑張れ、もう大丈夫、あと10メーター、5メーター、3メーター、2メーター、ゴールしました。次に入賞しました。続いてメディカルがありました。宇藤がランナーセットが入りました。宇藤が出てまいりました。宇藤が出てまいりました。メディカルの差わずかに1メートル、わずかに1メートル、ほんのわずか。宇藤懸命に出てまいりまして差を1メートルにまで詰めましたが、2着はアメリカ、3着は宇藤、4着は石原だ。ただいま満場の拍手、ヒットラー総統も立ち上がって我が寺田選手のために拍手を送っております。寺田選手は黙々として控室に引き上げてまいります。寺田選手の元気によってついにメディカを抑えて1500のタイトルを獲得し、日本は3つの選手権を得まして水上の覇権を再び得たのであります。